こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日はショッピングカートボックスのですね、獲得資格がちょっと変動していると。で、それでどうしていけばいいか、それについてお話します。まず、日本のアマゾンにはね、親切にこの取得の要件が書いてあります。で、これを見るとね、今まで転売アカデミーで普通に言ってることが、やはりカート取得の要件で、都市伝説というかデマであるね、良い評価を集めると、カートが取れるとか、そういうことは書いてないということがわかります。で、この公表されている数字の中でですね、価格の占める割合、これが今非常に上と大きくして運営されています。ですから、今の状況だと、今まで売れてなかった商品ね、最安値にすれば、カートが取れますんで、在庫処分には、非常にいい、状態になってます。ただ一方、安くしないと、安値で売ってる人がいると、カートが取りにくいということはですね、売って補充するって形で考えると、今、価格優勢の時にですね、カートが取れてない商品を値下げしてカートを取っても補充ができない、利益も取れないということになります。ですんで、ちょうどホリデーシーズンも始まりますし、ホリデーシーズンが始まるとですね、安値の代名詞、無在庫販売者たちが、ほぼ出品ができなくなります。